ついてただいまスタートしましたレースはレースナンバー37女子シングルスカル予選7組手前より2レーン長野県下諏訪紅葉高校小松さん青森3レーン青森県下諏訪工業高校玉田さん4レーン神奈川県福井高校山口さん5レーン大阪府倉宮高校岩崎さん以上4クルーです。今行われております。レースナンバー37の 500m 通過順位は3レーン、2レーン、5レーン、4レーン以上の模様です。宮崎ファイト！
業高校浜田さん、2着長野県モスワ工業高校小松さん、3着4レーン神奈川県福井高校山口さん。以上の模様で、4着5レーン大阪府桜宮高校岩崎さん。以上の模様です。正式な順位および結果は選手控え所横の掲示板に貼り出しますのでご確認ください。ただいまスタートしましたレースは、レースナンバー38、女子シングルスカル予選8組、手前より2レーン、鳥取県米子東高校、田中さん、3レーン、奈良県、十津川高校、野瀬さん、4レーン、東京都中央大学、藤波高校、遠藤さん、5レーン、高知工業高校、西森さん。以上、4クルーです。今行われております。レースナンバー38の 500m 通過順位は4レーン、2レーン、5レーン、3レーン、以上の模様です。
のレーンの方から三角の方に向かってください。あまり木の方に寄らないでください。浅いんで、故障の原因となります。ただいま全クルーザーフィニッシュラインを通過しました。着順は1着東京都中央大学杉並高校遠藤さん、2着2レーン鳥取県米子東高校田中さん、3着5レーン高知県高知工業高校西森さん、4着3レーン奈良県石川高校野瀬さん。以上の模様です。ただいまスタートしましたレースはレースナンバー39男子シングルスカル予選7組、手前より1レーン栃木県佐野高校村野さん、2レーン長野県岡谷高校南さん、3レーン大阪府清風高校横田さん、4レーン広島県広島南高校クリスさん、5レーン北海道網走慶応高校松本さん。以上5クルーです。レースナンバー39の 500m 通過順位は3レーン、2レーン、5レーン、4レーン、1レーン以上の模様です。Thank you.
ただいま、全クルーがフィニッシュラインを通過しました。着順は、2レーン、長野県岡谷南高校、牛山さん。2着、3レーン、大阪府清風高校、横田さん。3着、5レーン、北海道網走慶応高校、松本さん。4着、4レーン、広島県広島南高校、クリスさん。5着、1レーン、栃木県佐野高校、村野さん。以上の模様です。正式な順位および結果は選手控え所横の掲示板に貼り出しますのでご確認ください。このレースの3着までのクルーは、あさっての準々決勝に進みます。ただいまスタートしましたレースは、レースナンバー40、男子シングルスカル予選8組。手前より1レーン、神奈川県横浜商業高校、村松さん。2レーン、山口県周防大島高校、中村さん。3レーン、和歌山県桐蔭高校、鬼塚さん。4レーン、静岡県浜松北高校、向谷さん。5レーン、福井県若狭東高校、小宮山さん。以上、5クルーです。行われております。レースナンバー40の
500m 通過順位は5レーン、4レーン、2レーン、1レーン、3レーン以上の模様です。ただいま全クルーがフィニッシュラインを通過しました。着順は1着、5レーン福井県若狭東高校小宮山さん、2着4レーン静岡県浜松北高校ぬかやさん、3着1レーン神奈川県横浜商業高校村松さん、4着2レーン山口県周防大島高校中村さん、5着3レーン和歌山県松陰高校鬼塚さん。以上の模様です。なお、このレースの3着までのクルーはあさっての準々決勝に進みます。正式な順位および結果は選手控え所横の掲示板に貼り出しますのでご確認ください。ただいまスタートしましたレースはレースナンバー41女子ダブルスカル予選7組、手前より1レーン宮城県鹿沼高校、2レーン島根県大津工業高校、3レーン茨城県北子高校、4レーン高知県
秦農業高校、5レーン滋賀県大津高校、以上5クルーです。実行委員会よりサンプリングについてお知らせします。特別協賛大塚製薬様によりますポカリスエットのサンプリング提供は ID カードを持った選手、監督、役員、補助員に限らせていただきます。応援観戦の方は売店にてお買い求めくださいますようお願いします。気温が高くなっております。熱中症防止のためこまめな水分補給を心がけてくださいますようお願いします。レースナンバー41の 500m 通過順位は5レーン、2レーン、1レーン、3レーン、4レーン、以上の模様です。
ただいま全クルーがフィニッシュラインを通過しました。着順は1着、ガケン大津高校、1着、5レーン、ガケン大津高校、2着、2レーン、島根県大津工業高校、3着、1レーン、宮城県鹿沼高校、4着、3レーン、茨城県北子高校、5着、4レーン、高知県畑農業高校。以上の模様です。なお、このレースの3着までのクルーはあさっての準々決勝に進みます。正式な順位及び結果は選手控え所横の掲示板に貼り出しますのでご確認ください。ただいまスタートしましたレースは、レースナンバー42、女子ダブルスカル予選8組。手前より1レーン北海道光紅葉高校、2レーン鹿児島県鹿屋高校、3レーン青森県青森高校、4レーン大阪府堺市高校、5レーン鳥取県米子東高校。以上、5クルーです。12の 500m は5レーン、1レーン、2レーン、4レーン、3レーン以上の模様です。
方変換して仙台の方に行ってください。仙台の方に行くと声がかかりますのでその方向に行ってください。なお地に赤い部位がありますけども、赤い部位から地の方には寄らないでください。硬くなっております。地の方が故障する理由となりますので、ゼロ面を通って仙台の方に移動してやってください。一覧に向かいました。地順は1着5レーン鳥取県米子東高校、2着1レーン北海道石狩紅葉高校、3着2レーン鹿児島県鹿屋高校、4着3レーン青森県青森高校、5着4レーン大阪府堺市高校。以上の模様です。このレースの3着までのクルーは、あさっての準々決勝に進みます。鹿は、選手控え所横の掲示
接点だの方に移動してやってください。赤い声がありますけれども、赤い声から口の方には寄らないでください。赤くなっています。手の故障等もなりますので、赤い声を移動する側、ゼロレーンを通して、仙台の方に移動してやってください。なお、仙台に来た人は声がかかりますので、その声がかかる方向に移動してやってください。ただいまスタートしましたレースはレースナンバー44男子ダブルスカード予選8組手前より2レーン宮城県塩釜高校3レーン愛知県今治北高校愛媛県今治北高校4レーン福岡県東筑高校5レーン京都府伏見工業高校以上4クルーです。実行委員会より選手監督輸送バスについてお知らせします。玉造温泉行きの乗車整理券をバス乗降所にて配布しています。バスの定員は55名となっております。本日18時出発の最終バスは特に混雑することが予想されますので、できるだけ避けていただきますようお願いします。なお、この選手監督輸送バスには一般の方、応援の方は乗ることができません。ご協力くださいますようお願いします。ただいま行われておりますレースナンバー44の500メートル通過順位は
3レーン、4レーン、2レーン、5レーン、以上の模様です。ただいま全クルーがフィニッシュラインを通過しました。着順は1着3レーン愛媛県今治北高校、2着2レーン宮城県塩釜高校、3着4レーン福岡県東筑高校、4着5レーン京都府伏見工業高校、以上の模様です。順位及び結果は選手控え所横の掲示板に貼り出しますのでご確認ください。Thank you.
4レーン、2レーン、5レーン、3レーン、以上の模様です。ただいま全クルーがフィニッシュラインを通過しました。客順は1着4レーン東京都小松川高校、2着2レーン岐阜県加茂高校、3着5レーン福岡県東筑高校、4着3レーン広島県広島南高校、以上の模様です。正式な順位および結果は選手控え所横の掲示板に貼り出しますのでご確認ください。ただいまスタートしましたレースはレースナンバー46女子スキークオートルプル予選8組、手前より2レーン宮崎県宮崎商業高校、3レーン三重県津久商業高校、4レーン神奈川県横浜商業高校、5レーン鳥取県米子南高校、以上4クルーです。
ただいま行われております。レースナンバー46の 500m 通過順位は4レーン、5レーン、2レーン、3レーン以上の模様です。お疲れ様でした。お時間取りながら現在の方に移動してやってください。その場所で方向変化をして。